この番組ではアメリカ在住30周年を迎えた私が住むフレデリックでの生活や活動の様子を紹介しています。これまでの動画ではフレデリックの街の様子、訪れたレストランやマーケット、飼い猫や家の周りの様子、お気に入りのレシピなどをアップしています。またピアノとヨガを教えていることからピアノ曲の動画やヨガ、健康に関する動画も出しています。今後はこれらに加えて私の趣味やお気に入りの映画や本、音楽などについてもお届けしていく予定です。お楽しみに。今日も最後までご視聴くださりありがとうございました。今日の動画が面白かった、または少しでもお役に立てたらいいねボタンを押していただけると励みになるのでよろしくお願いします。またチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。ご感想、ご質問がありましたらぜひお気軽にコメント欄へお寄せください。お待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。みやこでした。